JK の好きなものを部活の朝練にめちゃめちゃ早く来てたやつを使って呼びます。おお、もう来てたのか、タピオカ。はい、皆さん、おちゅうねだ、どうも、昼下がりのジャマイカでーす。ということで、今回はですね、先日上げさせていただいた動画なんですけども、団体競技場のですね、アップデートが新しく来まして、総入れ替えですね、マップの総入れ替えが行われましたので、前回はですね、この激戦、あ、これ、激戦原野なんだ。知らなかったわ。激戦原野の方ですね。ちげえじゃねえか。なにこれ、ちょ、さ、この差なんだ。これは見つけちゃったわ。運営の怠慢をちょっと見つけてしまった瞬間ではありましたが、いいでしょう。ということで、前回はですね、この旧マップの方の、強ポジを紹介したり、立ち回りを紹介したりね、そういうものをやっていったんですけども、今回はですね、新マップの方を見たいというお声をいただきましたので、今回は新しいマップの方も、ちょっと、嵐のハントの方もですね、やっていきたいと思います。ということで、早速皆さん、いきますよ。せーの。やっていこうじゃないかー。ということで、いきましょう。よし。てことですね。ここはどこだ？どこですか？これは豊かな街じゃないですか？ですね。豊かですね。豊か。おっと、なんか同じ格好に、同じだな。ほとんど。とりあえず、こちら豊かな街ですね。多分豊かな街ぐらいだったら、多分皆さんも行ったことはあるんじゃないでしょうか。結構外れの街ではあるんですけど、どこだ？ちょ、端っこすぎて分かんなかった。ごめん。強いポジションとかで言ったら、大体ここの L 字とか、今アンチ内入ったけど、ここの L 字とか取れたら多分最強じゃない？ここ取れたら最強なんだけど、敵の立地がこっちだから、多分ね、最速でこっちは取れるとは思うんだけど、屋根に登れるかって言ったら微妙だね、若干遅いかもしれん。もしかしたら。あとは無難に、マンション取るなり、こっちまで渡っちゃって、ここの、なんですかね、ここのこっち弱いか。こっち弱いわ。ダメだ。弱いわ。弱いでーす。ここかな？無難は。無難ならここかな？敵陣にアンチ寄ってるんだったら、なるべく新マンションとかには寄りつかないようにして、右回っていくのが無難なんじゃないかなと思います。新マンションやっぱ怖いんでね。ということで、そろそろ接敵しそうなんですけども、いるね、あそこ。いいよ。そこ当たる？当たるね。オッケー。これ登れんじゃない？ワンチャン。これ登れる説。急げ！登れ！バレる前に、バレる前に、バレる前に登れるのは俺。ここ取れたら強いだろう。ちょっとここ登んの若干怖いけど、ここ取れたら強いんじゃないかなと思います。豊かのマップはね、なんだろうな、正直味方と一緒に展開した方が強いっちゃ強いですね。例えば、僕がこの L 字を取っているのだったら、そこのマンションにいれば、そっち周りはないじゃん。そっち周りはないから見なくてもいいんですよ。だから多分ね。このオレンジ色の平べったい家、実はね、登れるんですよ、これ。ここ。なんかすごい敵目を気にせず登っとるが、いやー、いるんだね、そうですよね。お、いや、ごめん、キルパケット、ごめん、マジでごめん。登れるはずなんですよね、ここが。登れた、ほら。危ねえ。あいつが体を出せば、で、ここも結構ね、敵がいると思われないので、あまり。ここも結構ね、キルポイントですよ。キルポイントっていうのかな。キルしやすいポイントですね。何？キルバグしたの怒ってる、それ。あ、そこにいるのか。了解。あ、いるわ。おる。うまっ！うまっ、今の。ナイス。素晴らしい。自分で声出ちゃった、今。てなわけで、逆サイドですね。基本的に、なんだろうな、スタートダッシュするときはドリンク飲んだ方が足早いんで、ドリンク飲むことをおすすめします。ドリンク飲んでたら、しかもちょっとダメージ一発的に打たれて食らったときとかも、別にドリンク後で飲まなくてもいいので、楽なんですよね、ドリンク飲んどくと。ということで、こっちから行くとしたら、どこが強いんかなと言いますと、その辺のシルバニアは多分強い。ちょっと今、こっち向かうの忘れてたけど。大体この辺のマップですかね。この辺のシルバニアとか押さえておくと強いんじゃないかなと思います。新マンションだと若干敵も早いんで、なんだろうな、敵の方がもしかしたら素早くついてしまうかもしれないので、この辺のシルバニアをですね、固めて取っておくと多分強いんじゃないかなと思います。基本的に屋根上ですね。豊かな街は、このいかに屋根に登って倒せるかなので、屋根に登って、この家と家の間を動いていく敵を、仕留めていく。
素早い、なんつうかね、素早い切る速が求められますね。この家と家の間をこういうふうに通っていくんですけど、ここからここに移動するまでの間に仕留めなければいけないということなので、まあ、偏差、アサルトの偏差打ちみたいなもの、そして切る速を上げる練習にはなるんじゃない？いるね。あと索敵も大事やな、これ。あ、ごめん、ちょ、ダメだわ。まあ、敵の位置が大体分かったら、そこから車線を切れる屋根に登るっていうのが、ま、鉄則ですかね。てか、なんか、ま、そういえばなんですけど、その、団体競技場なんか、全部新しくリニューアルマップされたじゃないですか。でもなんか前のマップがもしかしたら、人気のあるやつは復活するかもしれないということになってますね。ミスった。やばい、危ない、ナイスか。うわー、屋根、危ねー。これで仕留められなかったら戦犯でしたね。危なかったです。はい、あ、出てきた。はい、そうですね。まあこういう風に一発目から当てられるあの偏差打ちっていうのが、まあ練習したらいいと思います。さあ次行きましょう。さあ続きましては、これはどこだ？サッカー場じゃないですか、これ。これ来ましたね、サッカー場アンチ。なんかマイナーなところがさ、あのピックアップされていくんかなと思いきや、まあ、旧マップの流れ的にね、そんな感じかと思いきや、まさかのサッカー場アンチ。これはどこが強いのかなって考えたんですけど、まあそれはアンチ次第なんですよね、正直。この一応、その先に始まる前にちょっと解説しちゃうんですけど、このサッカー場ね、道がね、こことこっち側にあるじゃないですか。この2本の道の端っこにアンチが寄った場合は、こっちが、そう、こっちが取った方が強いです。まあ、なぜならこっちによる可能性が高いからですね。ってことで行きましょうか。で、あの、キーピンに最初に向かっとって、あの、もしアンチがサッカー場中心のアンチとかになってしまったら、ここね、渡らなきゃいけないんですよ、この道を。だからスモークとかうまく使えない限りは、多分スモーク使ってもきついんじゃないかな。渡れないと思うんで、もうアンチ次第ですね、サッカー場は。アンチが寄ったところを取りに行くっていう感じで行くといいんじゃないかなと思いません。で、こう基本的にこっちから、こっちの今のリスチから取るとしたら、ここのマッチポイント岩か、まあ、こっち側の岩ですね。こっち側の岩広く展開して取っていくと。ね、岩ばっか当たるんだけどやめてほしい。ほんで、敵がもしかしたらこっちに来ているかもしれないと。ナイス。これ大丈夫か、こいつ。これね、こいつ。3番の隠れ場所。もう後ろの岩を見ろ。よりでかいぞ。いるよね、やっぱいたね。オッケーオッケー。なんかいる気がしたわ、そんなとこに。へいへいへい。へいへい。オッケーオッケーオッケー。まあ、やはり回ってきてましたね。この坂北の中突っ切って多分こう来たんでしょうね、多分ね。さあ、逆サイドからの攻めですね、続きましたわ。まあこれも一応アンチ次第になってしまうんですけど、まあこの辺ね、逆サイドからだったら近い岩場、まあまあ強いところはあるんで、まあこの辺で待ってもいいっちゃいいんですけど、まあアンチがどうなるかだよな、これは。寄ったね。もうここで待っとりゃ勝てそうだね、これ。この岩ら辺で待ってれば勝てそうだね。で、ちょっと怖いのが、やっぱりこの坂北周りのこう来るやつが若干怖いっていう感じかな。さあ、てことで3戦目ですね。ここはどこだ？どこ？あ、水溝か。水溝ですね、ここ。水溝ですね、多分。水溝のアンチになってます。みんな大好き。水工場。大っ嫌いだな、水工場な、多分みんなな。いや、水工場ね、なんか水工場あんまいいマップな気がしないんだけど、どうだろうか。多分さ、アンチこっちの方寄ったらさ、この今自分たちがいる側が強すぎん、さすがに。ありがとう、嬉しい、それは嬉しい、ありがとう、超嬉しいんだけど。神、キャミ、プリプリン、キャミ、本当に行こう行こう、よし行こう。見て、見てない、見てない、見ないで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 。そう、ここを登るときは、見ないでって言いながら登ってください。あの、見られたら終わりなので、ここ。はい。車線はでも切れるから、まあ、ここの上はね、タンクに登られない限りは、ほぼね、撃たれないですね。まあ、だから、周りを警戒しつつ、ずっとここで戦ってれば、いつかは勝てる。そんな気がする。ルー。やばい、止まった。やばい、動いて、俺の体。危ねえ危ねえはい、ということで、まあ、2戦目ですね。まあ、1戦目を見た感じで、まあ、多分わかると思うんですけど、水耕場正直クソゲーですね。はい。これ入れるぐらいだったらなんか違うのですね。違うのやってほしいですね。どこだろうな。どこが復活してほしい？新マップ。新マップどこが復活してほしいか、ちょっとコメントください。あの、一応、なんとか、声はかけてみたいです。危ねえ、ミスった。
さあ、ってことで4戦目ですかね。4戦目ですね。まあ見てわかる通り、この白い景色 そして抜けていく人たち、まあわかりましたね。これはもう、はい、マップそうです、嵐基地でございます。これ全部ドリンク取られてる。あー、もらった。よっしゃー、1個あげるよ。仕方ねえ、2個あげよう。はい、分配しよう。まあてことで、こちら嵐基地ですね。はい、ここにあるやつ、嵐基地なんですけど、まあそりゃ人気ないわな。うん、人気ないわな。僕も嫌いです、この嵐基地。まあ、そもそも通常マッチとかで嵐基地で戦う機会がそもそもないじゃないですか。別に別にここで戦う必要性はないんですよね。特にないんですよ。まずですね、嵐基地に入るルートをとりあえずまあ見ておきたいと。嵐基地に入るルートはですね、ここの入り口、ここの入り口、そしてどこだ、この辺の白い山、そしてこの辺の白い山ですね。山からそのなんですか、伝ってドーンと入っていく感じになるかなと思います。そこですね、このでっけえ山登ってったら多分入れるんですけど、まあ上から入るならこの辺がおすすめかな。ただ今回ね、敵が寄ってんすよ。だからこっち側に山取られたらもう終わりなんですよね、正味。まあそうなんですよね、山から撃たれるんですよ、あの岩。あそこの岩がガチで強い。あそこの岩がガチで強い。なんか今のやつさ、なんかこっちの方から入ってきてなかった？多分入ってるのかな、こっち側も。こっち側もしかしたら入れるかもしれない。ちょっと見に行きますわ、こっちの方も。見に行って入りたいと思います。まあ総じてようわからんマップですよね、これ。なぜ嵐基地をチョイスしたのか。まあサッカー場とかならさ、まだ戦う機会があるからわかるんだ。サッカー場とかね、さすがにわかるんだけど、嵐基地って誰が戦う。あ、こっから入れるんだね。こっから入れるわ、多分。こっから入りました。この緑ピンの方からも一応入るポイントはありましたね。ここから入って、そこ上を取りに行くっていう感じになるかな。さあ、ということで、まあラストですね。5番目は、まあリゾート地ですね。まあここもまあ初通りぐらいかな。まあ、でたまに最終アンチ入るかなぐらいですかね。まあ先ほどの嵐基地よりかはまあマシなんじゃないだろうか。どうすか。まあ全然ありかなと思います。僕はね、結構リゾート地好きなんですよね、実は。実はリゾート地好きなんですよね。なんかね、豊かの街と同じ匂いがする。豊かの街にプラスして、まあ、山のマップもあるよっていう感じですかね。豊かの街プラス山のマップがあるっていう感じ。で、アンチ次第で山に行くか、街に行くかが決まると。これはまあ山に行った方がいいですね。ちょっとね、でもね、敵側に寄っているので、どこまで詰めるかが大事なんですけど、やべ、ドリンク飲んでなかった。最悪じゃ。まあ、これは山だな。まあ、基本的に山と家が入ってる時は、まあ、どうだろうね。この入っている量が多い方、例えば今回の場合山の方が入っている量が多いんで、まあ、多い方に行った方がアンチに入りやすい、次のと思います。まあ運ですけどね、その辺は運ですけど。でね、敵のこの六角が強い強い、本当に強いんですよ。めちゃめちゃ強いんですよね。そこの六角を取られたら結構厳しいんですけど、まあ取るでしょうな多分。まあ、この辺までは安定して展開はできるが、入れねえなーこれ、アンチ。アンチ入れねえなー。まあ山はこういうコブ使って戦っていく感じかな。このコブ、コブを使って敵を見っけて、まあ撃っていく。やばい、ミスった。おっと、そっち側にもいるのか。あ、惜しい。激ロ。すごい、どこ、そこ。オッケーオッケー、抜いた。危なー、びっくりした今、焦るて。家側行ってたんか、珍しいね、このアンチで。ちょっと待ってくれ、頼む。あと1枚か、でも。ガス投げてるな、そこいるな、多分この辺。そっちか。ヘッド1入れてる。頼む、そっちから抜いてくれ。ナイスーナイスー。さあ、ということで2戦目ですね。まあ、さっきは山側だったんですけど、ちょっと家側のちょっと今強いポジで紹介していこうかなと思います。まあ、基本的には、なんだろうな、視界が開けるところ。視界が開けるけど、あまり撃たれないところが大体強いんですけど、まあ、どこだろう、強いと言ったら、ここの LG は一番強いんじゃないかなと思いますね。まあ、敵からの方が行きやすいんで、ここの LG、多分敵からしたら多分いい LG になるんですけど、これ迷うな。これ山あるよ、迷うけど、これ山側から行った方がいいんじゃないかな、これ。ちょっと山側から回るか、若干遅いけど。これ難しいね。最終アンチ、塀で待たれたりしたらまあ分かんないから、もうこの辺はもう運だね。最後は運なんだけど、まあこの辺はどうでもいいとして、まあこの LG と、
あとはね、この道沿いのこのデブエルとか結構見晴らしいんですよ。この道も見れるし、渡ってくるかも見れるし、しかもこの辺までクリアじゃないですか。この辺まで家がないんで結構見やすいんですよね、このデブエルとか、まあ、あとはアンチ台で、例えばこのアンチとかだったら、まあ、この辺の3階建て2軒屋根上取っといたら、まあ、裏侵入されない限りは結構敵からしたら強いですよねっていう。ちょっとやばい、ここら辺やばい、ここら辺やばい、通り道がやばい。しかもいいのね、ナイス。これ多分残り2枚、1枚か。あ、終わっちゃった。ナイスー。はい、ということで、まあ最後雑になっちゃったんですけど、いかがでしょうか。まあこんな感じでね、多分一応強ポジの紹介と、まあどんな感じで立ち回ってはいくのかっていうのを紹介させていただきました。ぜひ、この動画良かったら、高評価、チャンネル登録、よろしくお願いします。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございます。今後も頑張って動画をアップしていきますので、もし不快でなかったらチャンネル登録、高評価の方を下のボタンからクリックしていただけると嬉しい限りでございます。検証してほしい、動画にしてほしいということがありましたら、ぜひコメント欄の方からよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またねー。